よし、お待たせしました。ああ、もう経験値がおかしい。もうセピスもほぼカンスト。さんたちを退けただけはあるようね。ベル、ここまでにして。もうこれ以上私たちが戦う意味なんてないわ。私の可愛いエリー、あなたの頼みならばと思わなくもありませんけど、知っているでしょ、私が可愛い子ほどいじめたくなってしまう性格だ。何を。ところでキーヤさん、あのことをロイドさんたちは知っているのかしら。え？その様子では伝えていないみたいですわね。ちょうどいいですわ、ここで彼らにも教えてあげるとしましょう。ちょっと待って、なんかすごい悪い顔してるけど。つかお嬢さん、うちのキーボーをあんまいじめんじゃねえっての。あなた方は本当にキーヤさんを愛しているのですね。クロイスケの教団に託した本物の魂を持たないホムンクルス、教団が犠牲にしたあまたの魂をつなぎ合わせただけのまがいものの人形を。お前、お前、それがどうした言い方。そんなのはとっくにザイドから聞いて知っている。キーヤはキーヤとして私たちのそばにいること、それ以上に大切なことはないはずです。キーヤさん、あなたは本当に幸せ者ですわね。ロイドさんたちの家、関わった全ての人間の好意と愛情を集めることができて。え？あなたの力によって。え？ベル、今、なんて。あなた方は不思議に思わなかったのかしら。多分出会ったばかりの頃からキーヤさんが愛しくて守りたくて仕方がなかったのでしょう。それはなぜだと思います？おいおい、何をバカな。あのヨアヒムはもちろんマフィアや魔獣ですらキーヤさんを積極的に害そうとはしなかった。誰とでもすぐに仲良くなり無条件で愛されてしまう女の子、その異常さを誰一人として疑問に思わなかったのではなくて。違う、違うの。いいえ、違いません。あなたには無意識のうちに周りの人間の心と魂をつかむ力がある。誰もがあなたを愛し守るよう因果と認識を操作してしまう力がある。まがいものの存在にまがいものの愛というわけですわね。最悪こいつ。
やんだよこれ絶対。最悪こいつ。この神器は青い神。キア！これぞゼロの至宝と青の大樹が完全に一体化した終わりにして始まりの形態。すべての時空間の因果を操り、エイドスの課したカセオも打ち破る、真にして義なる地上の神、青のデミウルゴスですわ。もうお前黙ろっか。そんなごたくしたことか。すべてはキーよ、あの子を取り戻してからだ。おう、難しい話なんてのそれからでも遅くはねえだろ。巨大な霊視体の権限を確認。中枢のコア部分にキーヤがいます。何としてもあそこからキーヤちゃんを解放しないと。みんな、これが最後の戦いだ。全身全霊、俺たちの全てをあの青き存在にぶつけるぞ。あっ！クソがもう納得いかねえ。あいつの喋ること何も納得いかん。なんか召喚したしさ、張ってるよね。 CP は全部回復してやるから。よし、行きます。どうしよっか。こいつは曲めちゃくちゃかっこいいやん。ほら、行くぞ。よし、もうこれが限界だろう。分析を開始します。詳細データゲットです。青のデミウルゴス、そこだ。よし、そっち行ったか。おっしゃ。来るな。行くぜ。行くぜ。私の番です。そしてようやく、ドライブ開始。手こずってるかい。行くぞ。よし、であとはお決まりのフォルトナよ。
さすがロイド、かってえな。うざ。行くぞ。ちょっとランディ回復しよっか。エニグマ駆動。さてと。いけー、ランディ。めっちゃ体力減るやん。そんな強くない？ドライブ開始。うん。行くぞ。何か嫌な予感がします。なんか嫌な予感するな。ティオ後で貼っとくか。もし倒せなかったら。行った？あ？は？さてと。ちょっと体力回復してるけど。あ、もしかしてさっきの雑魚敵取り込んだから？うん、それしかねえな。絶対それだ。でも間に合ったっぽいな。よし。代理携帯あるんか。はーい、今度は何ですか。うわ、行くぞ。これまた集めよっか。はい、でランディが普通に危ねえ状態だから、いや今ストレングスどんなもんよ。あ、戻ってるね。だったら道具使ってあげよう。これじゃねえな。これ。それ。サンチュ。
私の番ね。ちょっと早いけど。本当はロイドでもう一回集めたかったけど、しょうがない。体力結構あるな。バニッシュ？え？ちょっとロイドがああ。ちょっと待って、ランディバッカ。行きます。うわー、あいつに持ってかれるやん。先行じゃねえ、順番。さすがラスボス、一番強え。私の番ね。てかロイド早く戻ってこい。任せろ。今度こそ大丈夫？いや待って、2万2000だったよな。大丈夫じゃねえな、これ。ほら、ほら、いけるじゃん。行きます。あ、やっと戻ってきた。痛い。行くぜ。な？はあ、はあ、うぜバカうぜえ、これ。あ、しかも使ったのちょっとしくったな、これ。今度は誰？ランディか。ちょっと持ってかれるの納得いかない。
ありがとう。行きます。エニグマ駆動。うん、これでガードついちゃうんだもんな。よし、おかえりランディ。俺の番だな。エリーの出番来たら、あーでもなんかちょっと怖くなってきたな。そろそろエスクラ来そうだから。よし、ティオちゃん特別サービス、思いっきりやって。で、ついでにそろそろ怖いから。え、マジでさ、それちょっと話違うんだけど、いちいち。くっそが。起きろランディ。これハードモード選んだ人大変だったろうな、きっと。なかなか強いぞ。任せろ。自分で回復して。皆さん大丈夫ですか？サンキュー。ありがとう。ありがとう。任せてくれ。やっとあいつだけになった。もうちょっと我慢ならんわ。で、どうしようか。一回くらいバキッていくか。さて、で、リミッター解除します。了解。あ、そっか、なくなってたんだ。しゃあない。それえ、俺の番だな。で、張りましょう。それ。行くぜ。
そ、 EP なくなるのほんとつらい。強制介入なんだよなこれ。うぜえ、こっちがバースト中なのに。でいっぱいあるからもう一回使おうか。任せてくれ。みんな一気に行くぞ。おっしゃ。ほら、あ、間違えた。うわ、はっつ、今の間違えちゃった。え、ねえ、なんで俺こんな間違えんの？それ。行くぜ。間違いを犯してる場合じゃないんだけど。ほら。何今の？俺の番だな。あ、バフ全部切れてる。みんな一気に行くぞ。さてと、おかえり。ぜー、行くぜ、行くぜ。くそが。ティオン貼っといて。いやー、やべえ。バーストオブとバトルスコープ2度も間違えた連続で。はっつ。ちょっと、俺の番だな。もうめんどくさい。それ任せて。俺の番だな。それ。もう私の番です。ドライブ開始。ランディ、おかえり、おかえりだけど
駆動。サンキュー。さてと。サンキュー。任せて。ああ、よし。最悪。最悪。もう。それ。ありがとう。任せて。私の番ね。エニグマ駆動。さて、ドライブ開始。任せろ。行くぜ、行くぜ。ランディ、バフかかってないの痛いわ。くらえ、ベルゼルガー。バフだ、登場しよう。俺の番だな。エニグマ、駆動。はい、また来たよ。うん、これはあれですね。使うしかないわ。よし。私の番ね。一応軽くダメージ与えとこう。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。行きます。リミットを解除します。アルト。もうこうするしかないよね。また強制介入されそうだけど。俺の番だな。ほら行くぞ。みんな一気に行くぞ。私の番ね。はあ、入んないけどしゃあねえ。で、今度は誰？クソが。任せろ。多いな、体力。ほら。よし。
よし、畳みかけるぞ。おう、しゃあない。任せて。おっしゃ。スタミナケーキ、スタミナステーキ食っとくか。ほら、おお、いけるじゃん。行くぞ。おかえりティオ。がっつりなくなってるけど。行くぜ。やっぱり。はい、エンジンシステム解放します。移送空間にアクセス、絶対障壁の個別展開、ゼロフィールド。バネッシュうぜえな、ほんと。えっ、クソが。うぜえ。何これ。中屋根を貫する。うわ、ティオ何もできん。なんでエリーばっか狙うの。なんかすげえ嫌な予感する。ほら、俺の番だな。みんな一気に行くぞ。世話が焼けるな。はっ。
なんか全部取り込まれちゃったけど、あーもうなんか本当に嫌な予感しかしない。クソか、これエスクラか。あーもうこれエスクラだ。耐えてはくれた。どういたしまして。よかった、耐えてはくれたわ。ほら。なんとかしないと。リカバーモード起動。これで大丈夫です。ありがとう。ありがとう。俺の番だな。行きましょう。行くぞ。分かったわ。それ。任せて。行くぜ。で、こいつら EP ねえから。助かりました。さて、それ。よし。いや、違う。それ。ありがとう。任せて。おっしゃ。行くぞ。はあ。みんな一気に行くぞ。はい。さてと。時の結果は砕け散る。
またか。行くぜ。うっざ。やーべえよ、もうどんくらい戦ってる？はっ？二人目？俺の番だな。やっは！行くぞ！俺の番だな。あーもう、え？いった？あ、やっぱり病んでるじゃん。キア、しっかりしろ。聞こえてるなら返事をしてくれ。そんな、まさかこのまま、かつての幻の司法のように。それって自らの存在の因果を解き消滅したっていう。ロイド、ロイド、ロイドさん、なんですの？どうするつもりだ？大丈夫だ。そこで待っていてくれ。俺が必ずこの子を、キアをこの手で。めっちゃ長い戦いだったけど、なんじゃここ。なんか後ろは誰かいるよ。ここは